IWC が解体の危機で日本に助けを求めています。あまりの理不尽な批判によって IWC 国際捕鯨委員会を脱退した日本。それで一件落着と思われたのですが、 IWC が今財政ピンチになるわ、日本の資料がなくなって会議ができなくなるわで、今更になって日本に助けを求めているそうです。というわけで、今回は残念すぎる IWC の末路と、お隣さんである韓国の呆れた捕鯨事情についてご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。もう少し前のことになりますが、日本は伝統の捕鯨文化について外国からいわれのない批判を受けていました。当時日本国内でも結構ニュースで話題になりましたよね。しかし最近ではそのような話題は目にしなくなってしまっています。現在捕鯨問題はどのように推移しているのでしょうか。まず話題にならなくなった理由として、日本が2019年に IWC 国際捕鯨委員会から脱退をしているというのが大きいようです。そのことをとやかく言われることはありませんが、日本が脱退したことが原因で現在の IWC は存在意義を問われる事態に発展してしまっているというのです。一体 IWC に何があったのでしょうか。詳しく解説をしていく前に、まずは IWC とはどんな機関なのかを見ていきましょう。 IWC とはイギリスのケンブリッジに事務所を置く国際機関です。クジラ資源の保存と捕鯨産業の秩序ある発展を目的として設立されました。つまり IWC はクジラ乱獲の防止と節度あるクジラ漁を推進するため、世界に向けてクジラに関する情報を発信する機関ということになります。今となってはその役割も忘れているみたいですけどね。現在 IWC に加盟している国は88カ国、そのうちで捕鯨を支持している国は36カ国あって、反対派は50カ国、その他が2カ国という内訳となっています。そしてこの加盟国の中には海に接していない国もたくさんあって、なぜか捕鯨自体をしていない国まで加盟していると言います。それで反対派の加盟国の方が多いわけですから、どうしても捕鯨反対の方向に傾いてしまいますよね。ではこのような公平性に欠ける機関において賛成派の国が加盟するメリットはあるのでしょうか。日本はこの IWC に1951年から加盟、1986年に商業捕鯨が禁止となり、日本は調査捕鯨のみを行っていました。クジラを知り尽くしている日本人ですから、一頭ごとに多くのデータを収集してそれを世界に発信していたのです。その調査が終わった後には捕獲したクジラを加工して一般の皆さんへの販売をしています。これは国際捕鯨と取締条約で決められたルールを守っていただけで、日本は決して乱獲などしていませんでした。そればかりか IWC に加盟している間の日本は積極的にクジラ資源調査を行い、データを提供した上に巨額の分担金も支払って、IWC の運営には大きく貢献してきたんです。では、なぜ日本は IWC を脱退したのでしょうか。一時は絶滅すると言われたクジラでしたが、世界的な保護を受けたことにより、その数は大きく回復し、絶滅危惧種ではなくなりました。それどころか、クジラの数はどんどん増えていったのです。そこで日本は、数が多い種類のクジラに関してのみ、捕鯨を再開してもいいのではないかと IWC に提案しました。それに対して IWC の返答は、捕鯨はたとえどんなことがあってもするべきではないというもの。一方的に反捕鯨国の立場を優先させた愚かな回答でした。この時点でクジラ資源の保存と捕鯨産業の秩序ある発展という IWC の目的から逸脱していますよね。たとえクジラが世界の海を埋め尽くしても捕鯨はさせない。彼ら IWC としてはそれで海の生態系が崩れてしまっても良いという判断なんでしょうね。 IWC に多くの貢献をしていた日本の提案も頭から無視して却下されたことで、日本は
これ以上加盟していてもメリットはないと判断。それどころか、日本の不利益になると考えたのでしょう。ついに IWC 脱退に踏み切りました。日本としては、IWC を脱退してデメリットになったのは、南極海での捕鯨活動ができなくなったことくらいですから、これは正しい選択だったと思います。国が違えば文化も違います。日本が捕鯨をする民族であるように、他国ではアザラシを食べる民族やカンガルーなど様々な生物を食べる民族だっているわけです。そこに生息する動物がそれぞれ違うので、食習慣が違っているのは当たり前のこと。普通にクジラを食べる国もあれば、それはありえないと拒否する国があるのも当然のことです。そのような国家間のギャップを埋めることも IWC の目的の一つ。それなのに、IWC は、少数派の意見を受け付けず、多数派の意見ばかりが取り入れられるという、世界機関ではあってはならないことをしたのです。このような経緯から、2019年に、日本は IWC の脱退を決断したのでした。日本が IWC を脱退した当時のことです。もともとルールに沿って捕鯨をしていた日本に対して、反捕鯨派からは、これで日本は好き勝手に捕鯨するつもりだと、言われのない非難をされました。しかし、2019年6月に脱退してからの6ヶ月間、日本のデータを見てみると、捕鯨数は256頭と IWC で認められている捕鯨枠をきっちりと守っています。さらに、それだけでなく、商業捕鯨の区域制限を実践して、捕鯨が可能な区域を、領海と排他的経済水域だけに限定していました。脱退をした後も、ここまで徹底した管理体制を敷いていた日本に、IWC の反捕鯨派は、何も言うことができなかったようです。一方、日本が IWC を脱退したことで、不利益を被ったのは IWC の方だという意見が上がっています。東京海洋大学の加藤秀弘教授によると、IWC は、日本の脱退により機能不全に陥るのではないかとの見解を表明しています。日本が脱退して、反捕鯨派が全員で叩ける相手がいなくなってしまったこと。また、これまで日本が提供していた、クジラに関する貴重なデータを得ることができなくなってしまい、これから、どうクジラを管理していくのか指標がわからず、話し合いをするにも話すことがわからないという始末になるだろうということ。さらには、日本の拠出金がゼロになってしまったことで、今後の活動を縮小せざるを得ないこと。以上が指摘されています。予想していたことではありますが、改めて情けない展開だと思いますね。また、IWC 加盟国の中で、反捕鯨国の立場を通していたはずの韓国が、実は、好き放題に捕鯨を行っているという実態が判明しています。韓国は、反捕鯨を声高に叫んで、日本を批判していたにもかかわらず、自国では、鯨肉を売る店が乱立しているというのです。その実態は、調査捕鯨を隠れ蓑にして、目的とは違う種類のクジラを捕獲していたのです。それが指摘されれば、間違えて取れてしまったので、仕方がないと大声を上げて居直るのは、韓国のお家芸。自分さえ良ければ、すべて良しのお国柄なんでしょうか。ちなみに、操業中に対象としていない魚や海洋生物を意図せずに漁獲してしまうことを、専門用語では混獲と言います。韓国の年間混獲数は、2019年度のデータによると1960頭に上り、なんとも驚くべき数値となっています。2020年の日本の捕鯨数は、年間で295頭、混獲されたクジラを足しても約400頭ほどです。いかに韓国の出している数値が異常なのかがわかりますね。このような現状が目に余るからか、IWC 内部からは、日本の復帰を願う声が多数上がっているそうです。それに反して、日本国内では、IWC を脱退したのは正しい判断だったと評価されています。私も、脱退は正しい判断だったと思いますし、IWC はもう潰れても良いと思っています。さて、このような日本とクジラの関係ですが、世界の反応を見ると批判ばかりだとも言えないことが分かってきました。イギリスの機関紙が、日本の南房総で水揚げされたクジラの解体をグロテスクな写真だけ撮って強調し、
ショッキングな話題として報道したんですが、その時ネットでは、世界中から様々なコメントが寄せられ、論争を巻き起こしていたのです。その一部をこちらでご紹介しましょう。食習慣を一朝一夕で変えるなんて無理でしょう。俺が食肉に関して世界に提案したいのは、絶滅危惧種は捕獲しないということと、感染症を持つ野生の動物は食べないということ。それを守ってればいいと思う。去年実際に牛肉を食べてみたけど美味しかったよ。数を絞った捕鯨なら何ら問題はないと思ってる。こんな残酷な行為は耐えられない。人間って本当に偽善的だよね。あのクジラは絶滅危惧種なんかじゃない。批判してる人たちは食肉処理場の中で何が行われているのか知ってるのかな。これはずっと続いてきた日本の文化なんだよ。イヌイットだって生きるために捕鯨をしてる。クジラは賢くて優しくて古くから存在する生物なんで、人類は全てを破壊しなきゃ気が済まないんだろう。スポーツ感覚で動物の命を奪うのは許せない。だけど食料のためなら納得できる。それが僕の個人的な考えだ。現代社会に捕鯨はあるべきではない。野蛮だし非道だよ。400年の伝統なんて俺には知ったこっちゃない。新しい伝統を取り入れるべき時なんだ。日頃から肉を食べてる人間に口出しする権利はないから。日本の捕鯨を批判している人たちが普段食べてる魚のことをどう思ってるのか気になるわ。こんなのニュースでも何でもないだろう。これは昔からある日本の文化なんだから。メディアはたわごとを言うのをやめよう。こういうことが残酷だなんて言われる世の中になったのは、七面鳥のハゲを誰かが全部取ってくれてすぐに食べられる状態でスーパーにあるからだろうね。これは日本の文化なんだよ。メディアは日本に対する差別をやめろ。正直言って他の肉と同じくらい美味しそう。しかも多くの人の胃袋を賄うこともできる。世界中でも意見が割れているようですね。しかしながら日本だけを悪者扱いする風潮には批判の声もあり、文化の違いを受け入れようとする声があるのも事実でした。反捕鯨の人が自身の食文化を指摘され論破されている様子を見ると、批判側の意見はやはり偏ったものだと感じざるを得ません。しかし他の動物に関して全く無関心な人々がなぜこれほどまでに捕鯨に関心を寄せ、激しく批判を繰り返すのでしょうか。1800年代、大砲で森を打ち込むノルウェー式捕鯨技術が開発されました。そして1900年代には多くの国が南極海での捕鯨を開始します。しかしその後アメリカ、イギリス、オランダ、オーストラリアなどの主要捕鯨国が撤退。残ったのは日本やソ連などの一部だけになりました。そして1972年、ストックホルムで開かれた国連人間環境会議で商業捕鯨の一時停止が決議されたのです。この決議以降、クジラは神格化され自然の象徴として見られるようになりました。これは当時のマスメディアや環境保護団体によって作り出されたと言っても過言ではないでしょう。その宣伝に利用されたのがアメリカの人気テレビドラマとなったワンパクフリッパーです。日本でも放映されていましたよね。このドラマはクジラの話ではないのですが、イルカやクジラといった海洋生物は非常に知能が高いのだというイメージを作り上げたのです。それが人々の感情面に結びついて、結果としてクジラが神格化されてしまったのではと見られています。日本では捕鯨支持の世論が大半を占めています。世界のメディアが起こしたマスコミの感情操作は日本では通じなかったのでしょうか。とはいえ日本人の牛肉消費は今やほとんどないに等しい状態。自分からは食べないけど昔からの文化に反対する理由もない。当然海外から批判されるいわれはない。そんな感情が
日本人の捕鯨意識なのかもしれませんね。この現象は、捕鯨とは単なる狩猟活動なのではなく、民族のアイデンティティに根ざしているものだからとの見解も聞こえてきます。カナダやアメリカのイヌイットと呼ばれる先住民たちは伝統的に捕鯨を行ってきた民族です。彼らの文化をよく知る研究者たちは、捕鯨が人々の生活の根幹を担っていると言います。単なる食料などを確保するための狩猟活動ではなく、そのために着物を作ったりお祭りを行ったりと、社会全体を巻き込むような活動なのです。そこでは、地元の男の子たちのなりたい職業の筆頭に挙げられるのは捕鯨キャプテンなんだとか。このように、イヌイットたちにとっては、捕鯨は生活のすべてであり、自分の存在意義に関わる大事なことなんです。しかし、そんな先住民を抱える国のアメリカは、反捕鯨国の代表国の一つとなっています。ただ、アメリカの国際動物福祉基金では、クジラを殺すことは残酷で、21世紀に捕鯨は不要だという一方で、伝統ある日本の食文化には深い敬意を持っていると話しています。また、IWC 脱退によって、日本が南極海での捕鯨から撤退し、捕獲枠を年間300頭以上減らしたことを評価しているとも指摘されています。一応は、日本の文化や立場に一定の理解を示してくれているんですね。さて、日本を強く非難する反捕鯨国の急先鋒なのがオーストラリアです。現在、そのオーストラリアでは、クジラの保護を訴えたから起きてしまったという食物連鎖の皮肉な事実が取り沙汰されているのです。近年、オーストラリア近海では、ホオジロザミによる人身事故が多発しているのだそうです。これを伝えたのは、国内唯一の全国紙であるオーストラリアンです。記事によると、オーストラリアの環境大臣が、近年増加しているサメ襲撃事件とクジラの生息数増加の因果関係を調査するようにとの指示が出されたとのこと。クジラとサメ、一見、何の関係もないような気がしますが。では、なぜ、その環境大臣は、クジラの生息数に注目したのでしょうか？それは、クジラの死骸をホオジロザメが食べていることを、ご存知だったからに他ありません。つまり、商業捕鯨を規制して、クジラの保護を行った結果、クジラの個体数が増え続けることによって、当然、クジラの死骸も増えることになります。それを狙ったホオジロザメが、近海から沿岸にまで入り込むようになり、餌が豊富なために、サメの個体数も増えた結果、人間がサメに襲われる事件が頻発しているということなんです。なんという皮肉な結果。しかし、よく考えてみれば当たり前のことなんですけどね。いかがでしたか？もう、IWC は、一回解体して、ちゃんと、公平な機関を作り直した方がいいんじゃないでしょうか。反捕鯨派による感情的な機関なんて、害悪そのものです。本当に、クジラのことを思うのであれば、ちゃんと現実を見て、生態系のことも考えてほしいと思います。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。